意外イイシは、二枚ガイズ内コウカワホトトギスジョーカかカワホトトギス科の一種。内湾や川口の長官大下部から、水深数メートルに生息する、寄水性の二枚ガイ。日本には本来分布していない、外来種。イガ外イ科の貝に似ているためにこの和名がついた。メキシコ湾、カリブ海を原産地とする。日本では、東京都、千葉県、愛知県。 大阪府、静岡県、和歌山県、富山県、福岡県に入分布している。海外では、インド、フィジー、アフリカ西岸、ベトナム、台湾、香港などに外来種として定着している。拡張2.5センチメートル。い色はを白色から泡褐色。殻は薄く、各氷は褐色の殻側に覆われる。拡張部内側に角半があり、 その下に三角形の突起がある。五岩や他の海類に固着して群生する。水質汚濁や塩分には強いが、低水温に弱い。日本では1974年に、静岡県の清水港で初めて記録され、その後も1983年に、東京湾隅田川川口と千葉県の新浜湖。1984年に、福岡県の道海湾。 1991年に大阪府の道頓堀川、1994年に大阪市の大阪港、堺市の出島港、岸和田市の春木港、2000年以降に名古屋港と和歌山港など各地で次々と発見された。船体に付着したり、バラスト水に混入して侵入、拡散したものと考えられる。本州よりも他の外来種の意外類の方が優先しており、 また本種は黒大に捕食されるため、あまり深刻な定着は発生しないとされる。しかし、温暖化により定着が促進された場合、在来生物に影響を与える危険性もある。また、日本国内で意外シとして報告されていたものの中に、実際は別種のアメリカ意外シエムルカファタである個体が混入していた可能性も指摘されており、種の同定には、 注意を要すると指摘されている。外来生物法により要注意外来生物に指定されている。オーストラリアのダーウィン港では、ヨットハーバーに意外騙しの侵入が確認された際、すぐに塩素や硫酸銅を散布して根絶に成功しており、これは海洋外来生物の完全な駆除に実現した唯一の事例である。ありがとうございます。